皆様こんにちは、カオネビでございます。ご無沙汰しております。いかがお過ごしでしたでしょうか。こちらの方はですね、めちゃめちゃ暑い日が過ぎてリオープンしていくお店が増えてきたんですね、最近この辺でも。そしてその中でも私 のよく行きつけのロス、近所でありますけども、ロスと、あとマーシャルズはね、まだねリオープンされてないんですけども、ロスが数日前からリオープンされました。そしてこの数日間の間ね、もうものすごい人並んで買い物されたみたいで、そして今日私は何日後なんですかね、リオープンして、もうすぐ4日目わからん、まあそれぐらいなんですけど、行ったんですよ。で並ばずに入れたんですけど、買い物してる間に列がドワーってなっていって、レジまでの、そう、会計する人がすごい並んでて、この辺がねレジやとしたらね、ここからグワーッと店の頃中を一周して、ここからですよ、並んだんですよ。だからね、およそ、ね、1時間ぐらいかけてねレジまで並びました。まあそこまでして買う必要あるのかなって感じですけど、やっぱりね日用品とかも買えるのがターゲットぐらいしか空いてなかったので、激安のロス本当にね空いてくれて嬉しいんですけど、商品がかなりの率でなくなってたので、もしかしたらもうスカスカやったんですよ。でそれが入荷するのかどうかもちょっとよくわからないじゃないですか。だからそう考えると、もしかしてロスさんは閉めるのかなとか思ったりとかもしちゃいました。でもね、もうね長い間続けてほしいから、頑張ってほしいから、ロス私も大好きですから、お願いですから潰れないでくださいねと祈るのみでございますけども、まあ、祈り合わせながら買い物するって感じなんですけどね。今日はね130ドル使いました。一体何を買ってきたのかちょっとご紹介したいなと思って、すいません前置きがなかったんですけど、紹介したいなと思います。買ってきましたので中身をお見せいたします。ね、今日はねシーツを買いたかったシーツを、でもシーツがねいいのがなかったんでね、子供服とか全般に買ってきましたね。あ、まずこれね、ちょっとごめんなさいね、これお風呂のね体、あ、お風呂で体洗いですね、このなんていうの、これ、そういうシャワーパウパウパウは、まあいいや、まあ、これですわ。これね3つで3ドル99なんですよ、安いんですよ。でもこれねCBS とかターゲットとかで買うと1個がねそれぐらい値段するじゃないですか。だからすごいねロスで買うと お得だから、私はもうこういうとこで買いたかったんですよ。いやー、なんかよう喋るなー思って自分でもびっくりしました。この動画ずっと見せられるのかって思ったから、ちょっとこういう風にゆっくりね音声で失礼いたしますっていう感じでございます。これ2ドル99で安くなったマグカップね、これぐらいのサイズが私やっぱり1回で結構飲むんですよ、コーヒーとかね。でおかわりばっかしてたんやけど、これでいけるやん。しかも大好きな猫ちゃんと私の K のイニシャルでございます。これは絶対買うね。アメリカの人って基本的にこういう自分のイニシャルのもの大好きですよ。何これ、白髪、これ白髪やわ。そう、大好きですよね。それ買いました。いや、昔死んだおじいちゃんに言われたんですの、お前はコロッケにそっくりやなー言って。それはまあモノマネのコロッケやったんですけど、で家のこの下側になんか毛布ぐちゃぐちゃってなってるのとか、すごい生活感溢れてますよね。これ一応ムームーみたいな感じで着たいっていう話で言ってるんやと思う。家の中で着るやつ9ドルぐらいやったんですよ、安いですよな。だお父ちゃんのシャツもねすごいしっかりしたやつだよね、7ドルとか9ドルで買ったんですよ。買い物上手ってよく言われました、昔から。はい、嘘やけど。ね、シャツなんかね、自分のもの全然買わはらへん人なんで、私がちょっと買って、そしてね、あ、子供たちが選んだよなんて言ったら着てくれるんですよ。服って結構好き嫌いあるじゃないですか。でもね、彼が選ぶより私が選んだ方がね確実におしゃれだから、世の男性ね、これはね知っといた方がいい。女の人が選んだやつのがねよっぽど素敵やからね、自分のね何、自分の感性あんまり信じん方がいい、男の人特にね。ゲイの人は別、ゲイの人はものすごいおしゃれだから、でゲイの人はおしゃれだし、こうセンスがあるから、別ね、ストレートの方、ストレートの男性特にね、女性の意見を聞いてちゃんとね言われた通りに着た方がいいよ、全部着た方がいい、そしたらねめっちゃおしゃれになるから。はい、それで、いやすいませんね、なんか世のストレートの男性たちを今敵に回した感じになって、すいません、なんかついついね口がペラ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 ってね滑っちゃうんですね、ごめんなさいね。ほんでね、次からはね普通のね速度でいきますね。私がどうしても伝えたいメッセージなんで、そこはもう普通の速度でお願いします。お父さんですね、これ9ドル99、安いな。 Just do it、 私からのメッセージって感じやね。
私からの強いメッセージ、これね、はい、彼に与えるって感じ。これを買いました。あとね、フライパン、やっぱロスとかマーシャルズ行くと必ず買う、このフライパンいいんですよね。ここがねカッサカサなるやんか、ですぐなるやんか。だから私結構買い替えますね。これ10ドル99、安いよね。買いました。私はこれ1時間かけて並んで買いましたね。これで全部で130ドルって安くないですか。普通やったらこんな安くあれんで。だからやっぱりロスはありがたいんです。だから潰れないでくださいね。どうぞよろしゅう頼んます。先ほどの動画でですね、マーシャルズはまだリオープンされてませんなんて言ってますけども、そこから後日経っておりますけども、なんとマーシャルズもついにリオープンしました。よかった、嬉しい。もうね、私ね、30分前ぐらいに開店、30分前ぐらいに行きましたけども、もうすでにぐわーって長蛇の列ができておりました。ただですね、ロスより良かったのは、レジはそこまで混んでなかったので良かったなと思います。はい、30分待ってる間にね、私すごく用をね足したくなってきて、もうね、あ、もうこれあかん、ちびるなと思ってすごい焦ったんですけど、まあ、でももうここまで来たのに、あと3分ぐらいで開くのに、ここで私引き返すなんてありえないとか思って頑張って、はい、ぐっと頑張りました。はい、そしてね、ロスはねリオープンされてもお手洗いとか使えなかったんですけども、マーシャルズさんは使ってもいいということだったので使わせてもらって命拾いしました。何点買ったか、12点買いましたね。そして消費税込みで118ドル58セントということで結構使いましたけども、なんかねやっぱね、服がねすっごい安くなってたし、あとカバンとかもね、もう2、3ヶ月やっぱり店閉めてたので、もう在庫処分したいということで結構安くなっておりましたので、ぜひ紹介。はい、こちらからはね音声でいきますね。あ、そうそう、またまた買いました。フライパン10ドルでした。安かったよ。で、あ、このもう体洗うやつもまた買いました。これ3ドルやったの、安い安い安い。あ、ほんでリネン大好き。この柄めっちゃ可愛くないですか。なんかね12ドルやったんですね。これね、もう一個買ったの、これ、これも、これもこれも12ドルやったの。なんちゃらかんちゃらっていうブランドで一生懸命見よったけど分からへんってやつね。これはね可愛かったよ。あとはね、あ、タッパ買ったね。2つで9ドルとかやった、安いよね。で、あ、そうそうそう、下着も買ったね。で、あ、そう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 、そのパンツがね、これまた L サイズなんやけど、やっぱ L サイズいいですわ。ブカブカで着るっていいんですね。みんなヨガの上はブカブカで着てたんかな、みんな気持ちいい。あ、これマナちゃんのやつ6ドルとかで、安い。48ドルがよ、安いな。いや、安いわって言ってるな。あ、アイスクリームのやつ、これも必要やってん。これね、ターゲットとかで買うと高いんですわ。で、眉毛な、そうそうそう、眉毛 の手抜きがなくなったんですよ。で、見つかるまでこれにしとこうと思って全然抜けへんかったわ。で、これね、鳥さんのねハサミが可愛いな思って。で、コロコロね、これめっちゃいいですよ。ローズコーツの方がね、女子力アップかななんて思って、こっちにしたら顔ゴリ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 したろかな思ってやってたよな。あ、そう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 、これも買った。植木10ドル、大きいんですけどね、植木鉢ね、これ買いました。いや、ほんまに安かった、よかった、いい買い物できたね。めっちゃ気持ちいいわ、冷たくて気持ちいい。あら、やばい、ちょっとこれ、ちょっと待って、もっと買ってくればよかった。なんかいいわこれ。いや、なんかね、マーシャルズでもロスでもすごい褒められたんですけど、私並んでる間にね、もう服きれいに畳んであげて、もうピュピュピュとするだけでいいようにしてあげてね、で、何、ハンガーとか全部外すんですよ。そしたらお店の人が、うわー、もうさすがやなって。もうやっぱ日本代表して、私アメリカから来てるからね、だからさ、やっぱり日本代表してるからさ、やっぱりさ、日本人ってやっぱり素敵やな、見習いたいなって思うようなことしてしとかなな思ってやってます。いや、そういう思いじゃなくて、やっぱ日本人のもともと持ってる魂がそうさせるのよね、やっぱり。いや、なんかちょっとでもね、並んでるし、みんないっぱい並んでるし、やっぱりその間にね、ちょっとこう雇ったったらお店の人助かるやろうと。これはね、ちなみに7ドル99セント、めっちゃ安いでしょ。皆さん、日本の皆さん、結構なんかのオンラインで買ってはる人とかって4000円ぐらいでこんなん買っ、こんね、買ってるでしょ。これ実際アメリカやったら7ドル99セント。皆さんね、結構日本の皆さん高いお金出していろいろ買ってはると思うよ。頑張ってはるよ。はい、これいいですよ皆さん、気持ちいい。それからね、今ね、マスク、布マスク、またちょっとね、欲しいという方がいたら作ってるんですけど、もうね、この時期から布マスク作るの気をつけた方がいいです。めちゃめちゃ暑い、しんどい、大変。もうね、クーラーのある部屋でしないとね、熱中症な、作る方も熱中症になりますよ。というのはアイロンとか使うからね。だからね、皆さん布マスク作る
作ってる方も気をつけてくださいね。というわけで失礼いたします。